皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ。今回は算数の問題の回答を間違えるとバルディという先生が全力で襲ってくるホラーゲーム、バルディーズベーシックスのファイブナイツアットフレディーズバージョンをプレイさせていただきたいと思います。今流行りのホラーゲームとファイブナイツアットフレディーズが融合したゲームってこと？うん、そうだね。このバルディ先生、たくさんのファンゲームが作られてるみたいだけどよほど愛されてるのね。彼には人を引きつける魅力があるからね。それにしてもタイトル画面めちゃくちゃ怖いわね。この画面ずっと見てたら頭おかしくなりそうだからさっさと始めよう。全部でナイト5まであるのね。とりあえず一番簡単なナイト1からやってみよう。お、先生だ。いつ見ても不気味。あ、びっくりした。6時まで生き延びろだってさ。決められた一つの部屋で6時まで生き延びればいいのね。うん、ルールはファイブナイツアットフレディーズと同じだね。お、早速始まったみたいね。うろう、思ったよりよくできててびっくり。6時までの間にキャラクターたちが正面の左右の扉から襲ってくるのよね。うん、キャラクターたちが今どこにいるのかをこの監視カメラで確認しつつ対処する流れだね。バルディ先生はどこにいるんだろう。見当たりませんな。今のところキャラクターっぽいのは放置しかいないわね。あ、この声は縄跳び娘。どの部屋にいるんだろう。いたいた。主人公がいる部屋から一番離れた場所にいるのね。時間が経過するにつれて徐々にキャラクターが出てくる感じか。ナイト1だし襲ってくるペース遅そうね。実況的には一番困るやつだね。まだ同じ部屋にいる。これは当分やることなさそうだ。そのためのナゲットってわけね。ああ、テーブルにナゲット置いてあるのか。ナゲットだけで飲み物はなかったわね。油物に飲み物がないのは辛いね。コーラでもあればねー。まだ動かんのかい。これはしばらく様子見ですねー。ひほう、縄跳び娘がいなくなりました。いた。結構近くまで来てるわね。警戒しましょう。出たー。はい、さようなら。なんかシュールね。喋ってるところ申し訳ないけどこっちも死ぬわけにはいかないのでね。あらま、もう消えてる。根性のないやつだなー。え？声は聞こえるけど姿が見えない。あ、持ち場に戻ったみたいだね。4時か、このナイトはもうほぼ安全かな。次襲ってくるまでに6時になっちゃうもんね。いやー、所詮とはいえナイト1はちと簡単すぎたか。びっくりするくらい動きがないもんね。次はナイト3あたりやってみますか。そうだねー、バルディ先生早く見たいし。てなわけであと少しで6時のところまで来ました。そろそろだね。よし、終わった。ナイト1はチュートリアル的な感じだったのかね。Great job! 先生の声が。生徒の方々も喜んでおられますね。よし、次ナイト3行ってみよう。このスネ夫がオラついた感じの声ほんと怖い。さーて、ナイト3ではどんなキャラが出てくるのかな。早速カメラを確認してみましょう。うむ、縄跳び娘は相変わらずのようだね。なるほど、今のところ校内にいるキャラは縄跳び娘と放棄ね。ここからどう攻めてくるのか。バルディ先生は登場するのか。今のところ変化はないですねー。 When will you learn? この声は老化感知員か。増えてる？縄跳び娘移動したようね。すごいノリノリね、この子。ナイトさんの追加キャラは老化感知員だけかな？あれま、また増えてる。こいつはいじめっ子だね。ナイトさん、ナイト1に比べてかなりの数のキャラが追加されてますね。で、バルディ先生まで来ちゃったよ。ついに登場ですね。この短い時間の間にまさかこれだけのキャラが登場するとは。難易度上がりすぎー。しっかり見張ってないと。あー、かなり近い。縄跳び娘動き早くなってるのね。まだここには来ないね。他のキャラの動向もチェックしないと。この音は？わぁ、いつの間に部屋の中に。あれ、誘ってこないけど。どういうことだろう。あ、え、監視カメラが使えなくなってるよ。お邪魔キャラってことか。早くどっか行ってよー。まずいな、校長も近くまで来てる。急いでチェックしないと。
ふうよかった、まだ大丈夫そうだ。お次は何よ？やばい、ほうきが来てる。え？いつの間に。ゴールデンバルディ先生。いやあんなのどう対処しろってのよ。扉閉まってたのに部屋の中に入ってきてたしね。そう、リトライだ。やっとの思い出に時代まで来ました。問題はゴールデンバルディ先生の対処よね。もしかして目を合わせたらダメとか？次現れたら目を合わせないようにカメラ画面に切り替えよう。そうしましょう。だいぶ近づいてきてるわね。騒がしいな。これは閉めておいてよかったのかな。先生と校長が同時に来てる。忙しいゲームだね。出た。急いでカメラを。これで襲われずに済むかな？だといいけど。よっしゃ、消えとる。これでゴールデンバルディ先生の対処法は分かったわね。一番厄介な敵の対処法を知れたのはでかい。校長来た。さようなら。うん、帰ったみたいだね。このペースならクリアいけるかな？今のところ迫ってきてるのはバルディ先生といじめっ子だね。一気に来そうで怖いな。ほうきさん、急いで扉を閉めないと。他のキャラと違ってほうきは一瞬で迫ってくるから厄介ね。今こっちに向かってきてたね。よし、順調順調。先生といじめっ子に動きがないのが気になる。確かに微動だにしないね。来た。間に合ってよかったー。油断も隙もないわね。ゴールデンバルディ先生。は？なんで作ったのどうしてるの？ It's my name。あんなの対処のしようがないじゃん。ゴールデンバルディ先生に襲われないためにはカメラを使って視線をそらす必要がある。しかしタイミング悪くカメラを一時的に使えなくする靴下が出現。よって何もできずに襲われ死亡。こんな理不尽なことあっていいのかい？このゲームかなり鬼畜ね。あんなのクリアできるわけないよ。我々にはこのゲームは早すぎるということですね。今回はここまでだな。気になるのはナイト3でこの難易度ならナイト5はどれくらい難しいのかってことね。確かに気になるね。まあ我々にプレイする勇気はないんだけど。はい、ということで今回は5ナイツアットフレディーズ・バンバルディ先生をプレイさせていただきました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。アディオス。Let's play. When will you learn? I'll take that. It's mine now. When will you learn? I want to play with someone! Let's play again!
When will you learn? I'll take that. It's mine now. When will you learn? I'll take that. It's mine now. No.